させてやってきたんじゃねえかよ。ずっと落ちこぼれて、ずっと弱くて、おかげのダメ息子でいればよかったんだ。だから力を求めたっていうのかよ。そうだよ、ナルト。お前を倒すための力をな。ウスラトンカチはお前だ。まだこんな力が。俺がお前の手足の骨全部折ってでも止めてやる。友達だ。だからお前をオロチマルなんかにはやらねえって言ってんだ。認めてやるよ。だがお前は俺の額に傷一つつけることすらできやしない。兄さん、お前を連れ帰りに。少し遅かったようだな。弟と仲良くしてやってくれ。許せ、サスケ。ナルト、あれ、ここは。それにみんな無事だったのか。おい、サスケは、サスケはどうなったんだってばよ。俺が駆けつけた時にはお前が倒れているだけだった。そうか。さくらちゃんと約束しちまったしな。まだ無理すんな。サスケ死んだはずじゃ。お前を、そしてウチハの未来を決められないまま行くわけにはいかない。お前の居場所はどこにある？サスケ、里に戻ってきてくれ。ああ、木の葉には戻る。だが勘違いするな。俺は俺のやり方で忍び世界を変える。俺の気持ちはずっと変わんねえ。オロチマルなんかにはやらねえって言ってんだ。友達としてお前を連れて帰るってばよ。クソナルト。ナルト、お前は俺を置いて一人で先へ進んでいっちまいやがったんだ。だから俺は必死に食らいついた。オロチマルから力を得て奴をも凌駕した。追いかけるのはもうやめだ。だからここでお前をぶっ倒す。二度と先へ行かせない。はまだあるってばよ。それは千人モードだ。
これ式で舐めるなよ、ウチハを。クラム、ありがとう。ナルト、微銃弾を使え。オツは螺旋丸と同じだ。終わらせる。俺たちの因縁を、お前を倒す。来いよサスケ、友達としてお前を受け止める。ナルト、サスケ。だったら、それが友達だ。